きつ川藩。きつ川藩は、関ヶ原の戦いの後に下谷国市親軍きつれ川、現在の栃木県、桜市きつ川に立藩された藩。藩長は、きつれ川陣屋。藩主は、足利国朝。性質は、小学坊、足利しびめを藩祖とするきつ川氏。きつ川氏は、足利高氏の次男、足利元氏の後裔であり。 名族足利氏の中で唯一明治維新まで大名閣で存続した家である、糞を入れると細川氏も含まれる。足利元氏の系統は代々鎌倉久保を世襲して関東を支配したが、次第に京都の足利将軍家との対立傾向が目立つようになる。そして元氏の彦である足利持氏の時、影響の乱を起こして第六代将軍、 足利義則と対立し、1439年、永京11年に滅ぼされた。この時、義則の命により、持ち氏の維持の大半が殺されたが、抜子の重氏だけは赤子であるということからもとれた。重氏は後に、鎌倉久保となったものの、1455年、交渉元年に、下宇佐国古川を本拠地としたため、小学坊を名乗った。しかし、 第二代小学坊の足利正氏は、息子の足利高本と不和になって対立し、さらに高本の弟である空前が突如現属して、足利義明を名乗り、小弓久坊として自立した。その後、義明は第三代小学坊の兄、高本やその子の第四代小学坊の足利晴氏と徹底して、対立し、関東一円に支配権を築こうとしたが、 1538年、天文七年に、足利春氏と手を結んだ、北条氏綱の劇に遭い、戦死した、河野大合戦。吉明の子、足利頼住は、里見氏を頼って、安防国に落ち延び、小弓久保家は衰退した。一方、小学坊は、春氏の息子、吉氏が継いだが、次第に、北条氏の圧迫を受けてその地位は、名目的なものだけになった。 1582年、天正十年に、吉氏が死去したが、男子の後継ぎがいなかった。そのため家臣は、吉氏の娘で、北条宇康の外孫でもある足利氏姫を擁立し、小賀城を守っていた。小田原征伐後、名族である足利氏の断絶を惜しんだ、豊臣秀吉は、足利氏姫を、小弓久保家、寄住の子である国朝に、しわせ、国朝の姉島子は、 秀吉の側室となっており、島子の鳥なしもあったと言われている、1590年、天正18年に、下野吉き川に400貫、3500国の所領を与えた。1593年、文禄2年に、国朝が没すると、国朝の弟、大志と足利しびめが縁組した。しかし、足利しびめは、吉つ川に足を踏み入れることはなく、生涯を、 古学傍観で過ごした。頼氏は、関ヶ原の戦い、1600年に出陣しなかったが、戦後に、徳川家康に戦勝を祝う使者を派遣したことから、1602年、慶長7年に戦国の数を受けた。それでも総国高4500国程度に過ぎず、本来ならば、大名ではなく、藩と呼ぶことはできない。しかし、江戸幕府を開き、源氏長者となった家康は、 かつての将軍家でありかつ、現氏長者でもあった足利氏の指揮を重んじ、高い尊称である、御所後を許して交流した。また四品格となり、代々の鎌倉久保が除任された、左平忠や、左馬頭を称したが、これは、幕府からの受けた、武家範囲ではなく自称であった。にもかかわらず、幕府なども、この自称を認めていた。また、足利の名字を名乗らず、木連川を称した。 以後の将軍も代々キツレガー家を重んじ、教法年間には諸公扱いとなり、班長がキツレガワ陣夜のままにもかかわらず十万国相当の国種並み価格となった。しかし国高が大幅に加増されることはなく、キツレガー家は江戸家を通じて表高、実高が一万国に満たなかった唯一の諸公とされている。1815年。 文化十二年に仙台藩主であった、キツレ川恵氏が、家臣に宛てた書状の中で、キツレ川や、キツレ川藩に認められた特例として、国があって、参勤交代義務の免除及び、祭子の在国許可、諸役五免、幕府からの諸役負荷の免除、無駄可にて五千国、表高は、無駄可、ゼロで、実例可は五千国を挙げている。ただし、参勤交代については、 毎年十二月に自主的に散布していた。また、諸役の負担は表高から計算されるため、表高が無駄かなキツレ川藩は当然、軍役など諸役負担の義務を許さなかった。ちなみに、キツレ川シ春の頃までは、指向席が前田家や越前松平家などと同じ大下であった後に柳の間となる。こうした高い格式を持つ一方で、式実の清掃は、 通常の四品の大名のひたたれではなく、きつ川氏だけ六位以下の平侍が着用する、素王であった。また、きつ川藩が一万国を満たしていないことから、きつ川家は、諸公、大名の概念に当てはまらないとして、皇家や皇太寄り愛とみなす説もあるが、皇家のような具体的職唱や朝廷との交渉上必要とた、武家官位を持たず、 交代より合いのような参勤交代や軍役負担義務も有しないなど、皇家や交代より合いの概念からも外れている。このように、キツ川家が江戸幕府から受けてきた大遇は大名、諸侯、旗本、交代より合いのいずれにも当てはまらず、その実態は幕藩体制における武家の身分統制から外れており、徳川将軍家との明確な主従関係すら存在しなかった。 キツレ川家は自身を天下の客意、無意の天身と称していた。こうした特殊な存在が許されたのは、キツレ川家の祖である小学坊が徳川家の関東違法の少し前まで実際に関東地方の支配者としての一定の権威を有していた存在であり、徳川家による関東地方支配及び爆藩体制における日本全国杯が確立していない時期には、 きつれ川家に対する一定の配慮がなされたとみられる。徳川幹の東照宮五幹木付録、巻十七には、慶長二十年、1615年ウるー6月の記事として、上落中の家康に配越した頼氏が、退出時に家康からお送礼を受けたことが記載されている。この記事には、きつれ川家が室町将軍家の氏族で、鎌倉幕府、鎌倉府の御帰化。 の末裔であるため、その筋目を重んじたこと、大徳院、徳川秀忠以後はご僧礼の儀は停止されたことが記されており、徳川家の支配の安定化とともに、吉霊川家の重要性が低下していったことを物語っているが、その特殊な立場は明治まで継続していったと見られている。鎌倉久保以来の家臣団は、かつての小弓久保方、 小学坊型の対立などで複雑であり、1647年、商法4年には、お家騒動、ひつれ川騒動が起きている。1789年、完成元年には500国の数を受けたものの、10万国の格式を保つ出費は莫大であり、犯罪性は厳しかった。荒川、内川の反乱と天保の大飢きは、犯罪性を、ますます急防させた。 九代藩主、キツレ川博士氏は1839年、天保10年から、藩政改革に乗り出し、義炎米のための蔵の設置、厳格な検知の実行、新田開発、藩内の私風刷新などの政策を実行しようとした。しかし家中での上司と下詞の対立と、財政基盤の弱さが政策の実行を阻害し、ほとんど成果が上がらなかった。唯一の救いは、 き連れ川が欧州街道沿いの宿場町であったことで、欧州の大名を分けても仙台藩の参勤交代時には、き連れ川の宿場は潤った。仙台藩が費用節約のために、き連れ川を通り過ぎたくても、宿場前には、いつもき連れ川藩主、御所様が待っていたという。一度、仙台藩がき連れ川を迂回して、参勤交代した時には、御所様は義務もないのに、 江戸城三金に赴き、伊達公に嫌味を言ったと伝えられる。江戸時代を通じて、キツレ川氏の支配は続いた。明治維新後の1870年、明治3年、廃藩地県に先立って、キツレ川藩は放置を新政府に奉還して、日光圏に組み込まれ、キツレ川藩は消滅した。翌1871年、明治4年には、日光圏の合併に伴い、 宇都宮県の一部となった。きつ川市は、足利勢に服し、家族に列して死者区に除せられた。八代藩主広氏氏は1845年、高下2年、きつれ川町宗が先に、藩校、管理員官、管理員官、通称、高連閣、高連、閣を設立。領内改革の一環として、藩士指定を教育させた。藩校においては、 和漢書の読書、詩文、書籍、武芸が奨励された。広志氏の領内改革自体は挫折するものの、藩行は、明治維新を迎えても、私塾として1883年、明治16年まで存続した。戸様、3500国4500国5000国、藩祖、足利国朝、吉祢川国朝。吉祢川藩は常実のように参勤交代の義務を、 免除されていたため、幕府から江戸屋敷を与えられなかったが、年始の散布寺などの利便性から元六年間に、自前で上野、忍ばず池の近くの下や池の旗に、公屋敷を購入した。他の藩と違って、藩主の祭祀を住まわせる必要などもなく、また、規模の小さな藩であったため、江戸屋敷に詰めた藩主は三名程度であった。きつ川陣屋は、 現在の桜市にあった陣屋である。現在、跡地は桜市喫つれ川町舎、旧喫つれ川町役場となっている。なお、市内の個人宅に縄文が一区現存してあり、門には足利市の家紋絵章が残されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。